しかして回ってる？はじめましての方も、顔なじみの方も、こんばんは。案内役のミッドナイトヴィーナスこと、石田ルーです。ごめんなさいね。大事なこと伝えておかなくちゃ。実は、飛び入りで特別ゲストに来てもらいました。この特別ゲスト、一見普通の高校生たちなんだけど、驚かないで。なんと世間を騒がす怪盗なんですって。しかも金品じゃなく、人の心を盗む力があるそうよ。聞いただけで規格外の男じゃない？いいわ、人間全然ありね。こっちの話です。とにかくいろんな素養がある人に競い合ってもらった方が盛り上がりますよね。果たして怪盗少年はどんな活躍を見せてくれるのか、それはテレビの前にいるあなたの応援次第。もしかしたら私の心も盗まれちゃったりするのかしら。彼らの活躍を応援したいという方はバベルコロシアムモードまでお越しください。では挑戦者の皆さん、ガチの戦い期待してます。ちょっと出してよ。おい、どうなってんだこれ。なんで俺らこんなクソ狭い部屋に閉じ込められてんだよ。何が起きたんだ、全く思い出せないぞ。ねえ、向こうに見えるの何あれ、石の塔。ここはパレスなのか。こんなわけわかんねえとこ、パレスやメメントスじゃなかったら何なんだよ。待って、何か聞こえない？これって視界っていうか実況。バベルの頂上を目指しているこれって、あの高く積まれた石の塔がバベルというものなのか。見て、あそこ塔の一番下、ジョーカーがいる。ジョーカー大丈夫なの？返事して。あ、私たちの声は聞こえているみたい。実況的にはあの塔の頂上に行かないと私たちここから出られないっぽい。んだよそれ、一体誰がこんなことしやがった。それを探るためにもあの塔を登る必要があるってことかもね。すごい高さだけど、ジョーカー一人で登れる？信じて任せるしかない。俺たちにできるのは口惜しいが応援くらいか。いや、こういう場面で声かけは超大事だから。ソースはゲーム、こうなったら全員で声出していこう。頂上を目指して頑張っていこうぜジョーカー。よし、ショータイムだ。ストーリーがチャレンジモードが楽しめます。チャレンジモードにシングルで参加できます。レッドキャップ、ヴィンセント、ヴィンセント・ナイトメア、ジョーカー。ブルーキャップ、ジョーカー任せ。アルター、バベル。ファーストステージの名は祭壇を意味するアルター。宇宙の神秘を引き寄せる階段であり、最終ステージ到達への入り口である。ランダムに現れる絶壁が幾多の難所を生み出すクライマーのための登竜門。正解なき道に経験と直感で挑め。ショータイム。めちゃ高えな。これがバベルってやつか。ここから脱出するには頂上を目指すしかないわ。ジョーカー任せたよ。さあ始めよう。3、2、1、スタート。ミッション開始。ゲット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 フリの入った石が出てきたよ。気をつけて。
ジョーカーだと潜入できたの。この世界に相応しいってこと。疲れ知らずだな、ジョーカー。
nothing. ここは浮き名を流した男が多いと思ったんですが、ジョーカー。 さすがだな。あらすごい。彼は本物だったようね。誰だ。怖い思いさせてごめんなさい。どうしても彼の力が見てみたくて。何？どういうこと？安心して、ここは夢。目が覚めればすべて元通り。今夜のことは全員きれいさっぱり忘れちゃうわ。敵じゃないの？ 私？ <笑>どうかしら。でもこれ以上の手出しはやめておくわ。英雄の人生をうかつに邪魔すると私の運命まで変わっちゃったりするかもしれないし。英雄？何のこと？一体何を言ってるの？それは言わぬが花じゃない。<笑>縁があったらまた会いましょう。あ、そうそう、リーダー君、君は序南の層が見えるから 調子に乗りすぎないよう気をつけてね。つまり何だったわけ？さっきの方のわがままに付き合わされたってこと。疲れた。目が覚めれば忘れるって話を信用するしかないわね。ま、細かいことはいいじゃねえか。そうだな。 みんな無事だからよーし。あとジョーカーは序難にならないように気をつける。それ大事だね。そうね、大事ね。すごく大事。すでに知って序難だな。強く生きろ、ジョーカー。